こちらは映画誰も知らないの受付を待っているお客様の列になっています。非常に混雑しておりますため、1回目、2回目、3回目の受付は、終了となっております。このままお並びいただいても4回目7時15分の回の受付になりますので、ご了承ください。1回目、2回目、3回目はこのままお並びいただいても入場することができませんので、ご了承ください。カンヌ国際映画祭からおよそ2ヶ月後、映画誰も知らないはついに初日を迎えた。カンヌの拍手に負けないぐらいの拍手ではなかったのかと、そのように思います。まずは朝早くからもしくは夜遅くの方もいらっしゃるみたいなんですけども、並んで待っていただきまして、ありがとうございます。この日が来るのを僕の中では15年待って、ようやくこの日が迎えられているという感じで非常に感慨深いです。でこの日をキャストみんなとですね、こうやって迎えられて、本当に嬉しく思ってます。どうもありがとうございました。ありがとうございます。やっぱり15年前に脚本を初めて書いて周りに見せた時に一番言われたのは、これ無理だよって言われたんですよ。やっぱりこれは映画にはなんないんじゃないのっていうふうにずっと言われてたものだから、まあ、それは言ってみればお客は来ないっていう判断をことごとくされたんですよね。から、まあ、それがいろんな経緯を経た上でですけども、初日を迎えた時にどの劇場でもお客さんがあふれて、まあ、要するに即日劇場数がこう日に日に増えていくっていうね、倍々に増えていくっていう状況になった時に、15年が報われたっていう言い方はあれなんだけど、確かにね、非常に感慨深かった。15年の歳月を経て完成した誰も知らない。最初に書いた脚本は素晴らしき日曜日というタイトルだった。15年前と比べて変わった点は何だろうか。事件に触れてこれを映画にしたいと思った時に、描きたいと思ったの一番こう核の部分はね、多分変わってはいないと思うんですよね。89年に書いた脚本はその主人公のモノローグでずっと進んでいきながら、後半そのモノローグがですね、現実の厳しさから逃避し始めるんですよ。絵日記とともにその現実は厳しいけれども、その絵日記の中では幸せな暮らしがあって、食べ物がたくさんあって、で最後はその絵日記の中で亡くなっちゃった妹も母親も父親も戻ってくるっていう絵日記で終わってる話だったの。で今回そのモノローグの一人称をやめたことが構成としては一番変わってるんですけど、それと同時にやっぱりその逃避の形っていうのをね、多分ちょっと変えたんだな。で彼自身はむしろその現実の側にとどまることを選択してると思うんですよね。そことどう向き合っていくかっていう話に最終的には着地させたつもりではいるんで、きっとねそこが一番変わったんじゃないかな、もっとねやっぱり最初に書いた脚本はそれこそできる限り事件の資料を集めて、起きてく出来事はそれに沿って作ってたんですよね。結果的にはだからほとんどディテールの描写も含めて今回物語は自分で作っちゃったので、その事件から離れ、むしろその事件に向かっていく話ではなくて、事件からどう飛べるかっていうことを実際にこの
作り始めたこの2年っていうのはずっと考えてましたから、その辺もこう大まかな物語の枠組みは変わってないんですけども、僕が向かっていこうとしている方向がきっと事件へ事件へっていう、こう内へ向かっていくところから、何かその事件の背景にある子供っていうものの持っているもう少しこう大きなものをね、なんかこう裏側へこう反転した感じはあるんですよね。それがまあ結果的にはこういうあの映画の形を選んだっていう気がするんですけど、あの今のお話をちょっとすごい大雑把に言ってしまうと、はい、最初はあのいろんな資料を集めて、はい、あの実際の事件はどうだったのかっていうところを手がかりからに進めていった、うん、それがもう今回の映画版を本格的に着手した時点では、はい、なんていうんですかね、ぶっちゃけて言うとより監督の個人的なものが噴出するよ、出て現れるような、はい、よりフィクションが強まったと考えていいんですかね、はい、そうですね、うん、だと思いますね、うん、現場で考えてたのは、ね、すごく単純なことだった。やっぱりあの今回はフィクションをやるぞっていう、でフィクションってなんだっていう自分なりの感覚を展開してみようかなと思ったのが最初で、で自分の中でそれを何が大きく違うかというと、そのまあ主人公を中心とした、まあ、登場人物の内面入るっていう、内面描写をするっていうね、要するに神の視点を持つかどうかっていうことなんですけど、相手の一人称に入るか入らないかっていうのが僕ドキュメンタリーとフィクションって一番違うところかなと思ってて、最近特にで、ドキュメンタリーの在り方っていうのはどこまで相手との距離を詰めても最終的にその私とあなたっていうね、二人称の関係っていうのを崩さないっていう倫理観がドキュメンタリーをドキュメンタリーにするんだろうと思っていて、で今回はその一度そのそこで表現されている感情、そのシーンが称えている感情の責任を、まあ、きちんと自分で引き取ってみようかなっていう、監督として。で当たり前なんですけどねまあ それからあ、それはね、何で思ったかっていうとね、やっぱディスタンスをやった時にすごく面白かったんだけども、役者に責任を負わせてる部分がすごく多くてですね、役者も面白がってはくれたんだけれども、そのシーンのこのシーンの責任を僕が引き受けずに、そのシーンを動かしている役者に背負わせてるっていう感じがね、どうしても出来上がった時に思ったんですよね、うん、でやっぱこれを作り手が引き受けるっていうのがきっと通常でいうところのフィクションなんだろうなと思って、まあそのある種の権威を監督が持つということを、まあきちんとそういうことと向き合ってみようかなっていう意識のもとに、今回は内面がどう相手に伝わるか僕がやるということでね、それでかなりそこで発せられる言葉であるとか目線であるとか動きであるとかっていうものを細かく書き込んだんですね。要するにここを見ていってほしいとか、語尾をこうしたいとか、あの後ずさる足の動きはこうしたいとかっていう、それがだからそう動くとこう見えるはずだっていう、でこう思ってればこう動くはずだっていうことまで、まあ、僕がやってみようかなと思う、そのことでよりだからね、結果的には僕のその語る部分、僕の語ってる部分が大きくなって、うん、より事件から離れていったところはあるんですよね。この部屋の中で子どもたちのさまざまなドラマが展開されていく。アパートの中でのシーンが映画全体の半分以上を占める。条件はあったわけですよ。やっぱこういうこのぐらいの囚人の人たちが、子供を、まあ、現実的には4人ですよね。4人抱えて、母親がデパートで働いてたとして、どのくらいの収入があってね、じゃあ家賃に割けるのはきっと、
まあ、9万6千とか10万を切る値段にしようと。ただ部屋は母親は自分の部屋を確保したいだろうから、そこには大きな兄弟を置いて、そうするとまあ 2LDK まではいかないから 2DK かなっていう思いとかですね。これね、本当にあの制作担当の白石さんという、もうワンダフルライフからずっと一緒にやってる方なんですけども、かなり苦労して探してくれたんですけどね。なんかこう川、それなんで川沿いがいいって言ったのかな、なんで川沿いがいいって言ったんだっけ。四季が分かる、窓から見える、窓から見える季節の変化って言ってたんだっけ、はい、なんか桜並木が川のあってみたいなこと言ってたんだよな。でその川にこう葉っぱが流れたり花が流れたりしたいみたいなことをね言い出してですね、それで川沿いを今度探してもらったんですよね。極端なやつ3階大家にしちゃうか、玄関先大家にしちゃうかと。そうするとあっちが庭になってたから、うん、こう抜け方が全然違うんで、はいはいはい、あそこだとさ、あの庭の方にカメラを置けたりするといいよね。ああ、まあそれはまあ交渉してないですけどね。そうすると大家と挨拶して帰ってくるところ庭側からこう行ける。あれ、なんか進めちゃっていいんですかそれ。もちろん川沿いのアパートではないんだけど、少し離れてはいるんですけど、あのアパートが見つかって、何が気に入ったかっていうと、ドン付きだっていうのがまず一つ。そのあのアパートの前を他の住人が通らないっていうのは、これはこの母親だったら選びやすいなと思ったんですよ。こういうアパートは人目に触れにくいから、あ、いいなと思ったのと、あとあの階段の踊り場にある窓の感じがですね、ちょっとこうサスペンスができるかなと思って。もちろんあの中はね、僕がイメージしてた通りのそのものだったし、あとはその地域であの子どもたち、もしこのアパートに子どもがいたとしたら、どういう場所で子どもは遊ぶだろうかな、どこで買い物をするだろうかっていうのを考えたときに、まあ、駅からこのアパートがどのくらいの距離で、その間にコンビニがどういう位置にあってね、で彼はどういう道をたどりながら駅へ行くのか、スーパーはじゃあどこにあるのかっていうようなことを、まあ、仮想地図みたいなものを書いてですね、結果的にはだから3カ所ぐらいの場所を組み合わせたあのアパートと駅の感じを作ってるんですけどね。スターダストプロモーションから来ました柳楽優弥です。12歳の中学1年生です。よろしくお願いします。あ、中学1年生か。クランクインの4ヶ月前から何百人もの子どもたちとオーディションで出会う。だけど育ち盛りの彼らは3ヶ月前のプロフィールではほとんど役に立たない時がある。直接会って確かめる必要があった。ラリーちゃん、ネックレスもしてるな。多分、まあ、一番苦労したのはキャスティング、オーディションとキャスティングだと思うんですよね。子供に会うのはすごく面白かったんだけども、でずば抜けてうまい子とか実は選んでないんだけど、結果的に会った中にはいたりもして、うわこの子はすごいなって思う横も別にもいたんですよ。ただじゃあ今回4人の兄弟を揃えた時に、どういうことを組み合わせたらうまくそのいくのかっていうことを考えた時にね、いわゆるその演技のずば抜けてうまい表現力のある子みたいなことはね、結果的には落ちてったんですよね。でもっとなんだろうな、シンプルに、あとそばにいたらきっと僕はこの子を撮りたいって思うみたいな、僕の撮りたいと思う